次々と夜空の星となる昭和の大スター、渡瀬恒彦さんもその一人でした。自分の根幹と愛してやまなかったドラマ十津川警部シリーズや、最後まで台本を話さなかったというドラマ警視庁捜査一課9係での、かっこよくてどこか愛嬌のあるキャラクターはまさにあなたそのものだったのですね。そんな渡瀬さんの知られざる姿を今一度調べてみることにしました。本名も渡瀬恒彦さん、1944年7月28日生まれ、2017年3月14日、享年72歳。島根県の現安来市出身で、兵庫県淡路島育ち。身長174センチ、血液型 AB 型。父親は日立の安来工場に勤務していた時、広島県出身の母親と結婚したそうです。そんな二人の間に次男として生まれた渡瀬さん。その後、父親は脱サラして故郷の兵庫県綱郡淡路町で、洋品店を開業しています。幼少期からやんちゃでガキ大将だった渡瀬さん。友達をいじめた相手に向かっていくほど、兄貴肌でとても慕われていたそうです。父親の方針で中学、高校の6年間を、全寮制の男子校の三田学園で送っています。スポーツ万能で、中学3年ですでに柔道は黒帯、高校では水泳部で成績も常にトップクラス。気がつけば夏目漱石を読んでいるような文学青年で、頭の回転が速くリーダーシップがあった渡瀬さん。運動会の日には渡瀬さん目当ての女の子が押し寄せて、とんでもないモテ男だったそうです。高校時代は新聞記者に憧れていた渡瀬さん、現役で中央大学慶応義塾大学法学部に合格しますが、一浪で早稲田大学の第一法学部に入学し、空手部に所属して、青山学院大学の兄渡さんと共同生活を始めるのですが、渡瀬さんを待っていたのは学生運動が全盛の大学でした。新聞記者の夢もいつしか消え去り、大学ではやりたいことも見つからず、身を持て余す日々が続いた渡瀬さんは、社会ではハードで最先端の仕事に就きたいと思ったそうで、すでに俳優だった兄の渡さんからも、固い道を進めと言われたこともあって、卒業見込みで電通に就職。しかし研修期間2ヶ月で会社を退職し、先輩が設立した広告代理店に転職。その後、ひょんなことがきっかけとなって芸能界に足を踏み入れることになったのです。休日に兄の知り合いの不動産屋を宣伝スタッフとして手伝っていたところ、そこにたまたま東映の社員がいて声をかけられたそうです。そのことを広告代理店の社長に相談したところ、当時東映の企画制作本部長だった岡田茂さんに会うことを勧められたのですが、渡瀬さんは映画にはまるで興味がなく、兄からも映画界入りを反対されていて、その上給料が良くて仕事も面白かったので 100% 断るつもりで面接に行ったにもかかわらず、岡田さんの人柄に惚れ込んでしまい、こういう人がいる世界なら一緒に仕事をしたい、一発試しにやってみるかと、その場で俳優になることを決めたそうです。なので意外にも渡瀬さんは脱サラ俳優だったわけです。しかし決断した理由はそれだけではなく、プライドが許さなかったというのもあって、後に渡瀬さんが言うには、昔は兄貴より自分の方が周囲の評価が高く、大学も俺は早稲田で兄貴は青学で、なのに役者の兄とは稼ぎが雲泥の差で、それなら俺も役者で逆転してやると思ったからだとか。1970年に映画殺し屋人別町でデビューしましたが、演技のいろはも知らない素人でしたから、いかんせん主役といってもひどい演技で、
かなり落ち込んだそうですが、そんな渡瀬さんの思いとは裏腹に、悩む暇がないほど次から次へと仕事のオファーが舞い込んだ渡瀬さん。くしくも任侠映画は時代とともに廃れつつあり、現代的で派手なアクションが売りの渡瀬さんの出番が急増したわけです。向こう水で人並み外れた身体能力の高さからアクションスターとして名を馳せた渡瀬さんでしたが、ある映画の撮影中に渡瀬さんの運転ミスでオープンジープから投げ出されて、ジープに足を挟まれ大怪我を負い降板。実はそのことがきっかけとなってアクション俳優から性格俳優に脱皮しています。1978年映画事件でブルーリボン賞や日本アカデミー賞などを受賞したことも大きな転機になったといいます。そして1979年の映画震える下、神様のくれた赤ん坊でキネマ旬報主演男優賞を受賞して、兄の渡さんと肩を並べる俳優となります。渡瀬さんといえば今でこそ穏やかな刑事役がハマり役ですが、昔は全然違いました。マッドドッグという異名を取るほど任侠映画時代の狂気を帯びた演技も確かに鬼気迫るものでしたが、それは映画の中だけではなかったとも言われます。最強神話がまことしやかに囁かれた渡瀬さん、数々の武勇伝が語り継がれていて、身長187センチで元キックボクサーの安岡力也を駐車場で半殺しにしたとか、松田優作を瞬殺したとか、岩城浩一や舘ひろしらのクールスのメンバーを生意気だとボコボコにして川に放り込んだりとか、ある組事務所にさらわれた国士官の知人を一人で事務所へ乗り込み救出したなど、ガッツ石松さんに言わせると自分なんか常さんに比べると大したことないと言わしめるほど強かったといいます。花丸マーケットの MC だった薬丸博秀さんは、当時番組の AD だった渡瀬さんの息子さんをそうとは知らず結構いびっていたそう。そんな折、生放送中に薬丸さん、あんまりうちの息子をいじめないでくださいよと渡瀬さんがおっしゃったそうですが、背筋も凍る思いをしたことでしょう。さて、渡瀬さんを語る上では欠かせない二人の俳優がいます。当然ですが、兄は渡里哲也さん、石原プロの西部警察かっこよかったですね。石原裕次郎さんを最後まで支えた大スター。そんな渡里さんは弟の渡瀬さんのことを、身内なので話しづらいですが、味のあるいい俳優になったと思っています。本当にうまい役者になったなと。逆に渡瀬さんは渡里さんのことを、僕から見たら兄貴程度の芝居しかできなかったらとっくに消えていただろうなと、兄貴は下手ですね。また別のインタビューでは、兄は俳優という範疇を超えている、石原裕次郎さんもそうだけど、努力なんかで追いつけない、他の人にはない何かを持っている、兄は俳優として一番いい時期に石原プロに尽くしているんですよ。ある時兄に、どうして石原プロなの？と聞いたら、裕次郎さんだと言うんです。で、裕次郎さんが何と聞くと、優しいんだと。人を許すことができる裕次郎さんの器の大きさ、それと同じようなものを僕は兄から感じるんです、と畏敬の念を持って自慢げに言ったそうです。粋な男同士のやりとりじゃないですか。渡瀬さんは亡くなる前日までドラマ警視庁捜査一課9係のセリフを一字一句覚えて意欲を燃やしていたことを聞いた渡瀬さんは、やらせてあげたかったというか、やり通せなかったことは無念だと思います。そして最後に、同じ役者としての絆を感じたと、そう一言つぶやいたそうです。2015年に胆のうがんで余命1年の宣告を受けた渡瀬さん、
一方で、1991年に直腸がん、2015年に急性心筋梗塞と、渡さん自身も幾度もの大病をされていて、渡さんと親交のあるビートたけしさんは、渡瀬さんの死を悼んで、渡さんのがんの手術当時のことを、渡さんが大腸がんになった時に、渡さんが人工肛門になるんだったら、俺は手術しないで死ぬと言ったら、それを渡瀬さんが手術しろ、恥ずかしくない、生きるべきだって説得したんだ。それを渡瀬さんが先に死んじゃうなんてね、ヤクザと喧嘩するほど暴れん坊だったのにな、そう言って寂しがったと言います。弟を失った渡さんは塞ぎ込むことが多かったそう。そんな渡さんも3年後に肺炎で旅立たれています。大病に幾度となく見舞われ、最後まで励まし支え合った兄弟でした。二人にしかわからない年月を今は二人で語らい合っているのでしょうか。そしてもう一人は昭和の大女優、大原麗子さんです。あの CM のセリフを出せばご存知の方もいらっしゃるとは思います。まさに一世風靡をしたセリフ、少し愛して長く愛して。サントリーレッドの CM での彼女の可愛さは神レベル。渡瀬さんと大原さんは1973年に結婚されましたが、片や駆け出しの男優と片や紛れもないスター女優、当時は格差婚と言われていました。そんな二人の馴れ初めは1970年映画3匹のメスバチの共演で知り合って、お互い一目惚れし交際に発展したと言いますが、大原さんの方が渡瀬さんにぞっこんだったようです。ある監督や俳優仲間たちが大原麗子クラスのスター女優に言うことを聞かせるぐらいじゃないとダメだと渡瀬さんをそそのかしたそうですが、なんと渡瀬さんは本当にその監督の京都の自宅に大原さんを連れてきて、結婚するので嵯峨野に家を探していると相談してきたそうで仰天されたとか。しかし残念ながら5年で離婚した2人、決して憎しみ合って離婚したわけではないようです。というのも結婚して間もなく独り身となった渡瀬さんの母親を引き取ったことで状況が一変するのです。渡瀬さんと結婚した後に人気が出てきて、仕事がたくさん舞い込んできた大原さん、家事が全くできず姑とも溝ができてしまって、大原さんも歩み寄ろうとするもうまくいかず、その上渡瀬さんが売れっ子になって京都での仕事が増えて自宅に帰れない日が続き、実質姑と二人暮らしとなった大原さんを気遣い、渡瀬さんが京都で夫婦一緒に暮らそうと提案するも、すでに超売れっ子女優だった大原さんの仕事はほとんどが東京だったことや、女優を辞めてまで京都に行くことができず、二人の間にすれ違いが生じてしまったことで苦渋の決断をしたというのです。その後渡瀬さんは伊保さんという一般人の方と、大原さんは森進一さんとそれぞれ再婚ですが、大原さんはまたしても4年後に離婚。離婚後の森さんのコメントでは、家庭に男が2人いたでしたから、やはり女優をやるために生まれてきたんですね。しかし泣きっ面に蜂というのか、神経疾患のギラン・バレー症候群を再発、47歳の時には乳がんの手術を受けている大原さん、晩年はあまり表舞台には出てこなくなっていました。2009年8月3日、彼女は自宅で不整脈による脳内出血で、誰にも見取られることなくひっそりとこの世を去ることに。しかし生前は渡瀬さんのことを忘れられずに、ずっと会いたい会いたいと言っていたそうです。渡瀬さんは晩年病に侵され、精神的にも不安定だった大原さんのことを見捨てずに妻と共に支え続けたと聞きます。実は大原さんは
結婚前に渡瀬さんの抗ミゴノルも子宮外妊娠だったため泣く泣く緊急手術したそうで、その際渡瀬さんから輸血を受けていて、離婚後も渡瀬さんの血が今でも体に流れているから嬉しいのと言っていた大原さん、七回忌の法要の際は渡瀬さん自身すでに癌に侵されていたにもかかわらず、そのことを伏せて出席されていますが、彼もまた大原さんのことを忘れられなかったのでしょうか。運命のいたずらに胸が締め付けられるようです。そういえば兄の渡さんとの最後の共演も、大原さんとの最後の共演もどちらも名作ドラマ十津川警部シリーズでした。渡瀬さんと奥さんの間には息子さんと娘さんがいて、息子さんの昭彦さんは TBS のディレクターで、息子さんの担当する作品に出演する夢は叶いませんでしたが、2011年に出演されたドラマ南極大陸では昭彦さんが助監督をしていたそうです。また娘の舞子さんは結婚式場を運営する企業株式会社ノバレーゼの人材開発部長だとか、二人とも渡瀬さんの願い通り一般人として生活されているようです。さて、いかがでしたか？あなたはどう思いますか？いつまでも色褪せない記憶に残る俳優渡瀬恒彦さん、本当に一言では言い表せない人生、しかしあなたの生き様は本当に素敵でした。男も女も惚れる男、渡瀬さん。そんな人気者の渡瀬さんですから、あちらでも忙しくされているのではないでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。